あの格好でリュートを弾くと様になってるような。案外本当に王子様なのかも。いや、だから王子なんやって。おかしなやつだけど一応様になってるよね。案外ほん、うん、リスさんも少し元気になったみたいですね。やっぱりお話ししてよかったな。やっと騎士団に入ってあんなに修行してようやく重騎士になれたけど、でも、この僕の独走会にようこそ。さあ、華麗なショータイムの始まりさ。流れゆく星の奇跡は道しるべ君へ続く。焦がれれば思い胸を裂き、苦しさを月が笑う。叶うことなどない、儚い望みならせめて一つ傷を残そう。初めての口づけ、さよならの口づけ、君の涙を琥珀にして、オリビエさん、本気だったんですね。Thank you.